小林ひろきです。お願いします。はい、この放送は大金写真館アキバプロデュースとバイガイナックスのスタジオからお送りしています。はい、はい、というわけでコメント、はい、動画についてトークしてまいりましょう。先週はですね、はい、なんと南くん、なんでウィスパーボイスなんですか。南くんの恋人、懐かしい、懐かしい、ちっちゃいやつ。いいよ、深きも小さいとかいいの。どっちバージョンを思い浮かべたかによって、はい、そう、年がわかります。違います、違います。武田くんが出てるやつですね。どっちね、あのユーリオンアイスの南健二郎、二宮君、うん、ユーリオンアイスの二宮君、パニックです。やばい、世代が違うか、アイさんと、うん、ショック。演者が違うのは別に置いといてですね、何のコスプレだったんですか、今回上がった動画は。宮野くんですよ。ああ、うん、この髪の毛、この辺名刺なのかもしれない。指ぐらい。分かった、うん、それ分かったですよ。じゃあ行きましょうか。はーい。トラザイさんです。昭和のリアクションしちゃった。初見です。やだ。もうなんですが、眉が何を使って消してんでしょうか。ないです。ないです。ティッシュでエイデン。眉つぶし動画を上げておるので、よかったら見てください。はい。というコメントを僕がこの人の返信に書いてますので、皆さんもよかったら、頑固な眉毛潰してみようっていう松井さんサムネの動画を見てみてください。はい。はい、続きまして、うん、カシュウくん。ああ。可愛らしさが出てとても素敵です。ありがとう。ホタルマヨちゃん見てみたいです。うん、次。保留なのかどうかすらっていうね。まあね、保留の保留ぐらいかな。まあ、おたるまちゃんの個人的には似合いそうな気がするんで、見てやってほしいなと思います。まんざらでもないの顔なるんですね。お待ちしました。おたるまるの顔、まあ、そんな顔だった。そんなんそんなか。そんなんですよ。そっか、そんなにすぼめてたか。ユリオンアイス、みなみくん、みなみくん、いつ何を見てもお上手で尊敬します。ありがとう。トークも楽しみながら見てます。ありがとう。あの、私東京ライブの今の通勤のコスプレをしてるんですけども、アイメイク難しくてお手本させていただきたいのでリクエストしてもよろしいでしょうか。まけんちゃんね、まけんさん、うん、あれ、まあ、とりあえずアドバイスだけしてあげたらどうですか。わかんないよ、そんな急に言われても。うん、じゃあ保留で。保留。保留。続きまして、初コメです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ユーリオンアイス好きなので見ててすごいなと思いました。ありがとう。私もコスプレやってみたいなと思いました。頑張れと、あのビクトロニーヒフロートさんからコメントをしております。あー嬉しい、ビクトロニーマイコーチする必要ねえじゃん、ビクトロだったらコスプレを。確かに本人だから。続きまして、キャーかわいい。ありがとう。これからも皆様お似合いになりますよね。ありがとう。外国の時もありがとう。私も眉毛ペンシルを演奏されてた時に、あ、いつものピンクのがない、仕方ないから買おうと思った。それが思うことも買ったものも同じでびっくりしました。よかったね。発表しながら毎回でなおさら嬉しくよかったね。まさかの手作りを食べてる小林さん、同性満喫してますね。松井さんのディスコメントもとても笑いました。ありがとう。いつもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。優しいね。優しい。同性大好き。同性、はい、皆さん、はい、あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。みなみくん、みなみくんがユーリに純粋役ができるわけがしたみなみ、ユーリを見てる姿が可愛くて仕方ありません。うん、ユーリオンアイスが終わってからユーリロスです。2期に期待しています。コスト推しも動画楽しみにしております。2017年も頑張ってください。ありがとう、うん、100点。続きまして、みなみくん、可愛、うん、すぎ吐血しそう、うん、個人的にはグランプリファイナルをテレビの前で学ラン&ハチマキで日本のユーリを応援しているシーンはサンズの顔を渡りましたが、うん、日本ユーリの演技で戻ってこれました。よかったね。うん、よかった。博多増えなくてよかった。よかったね。博多違ったからね。続きまして、あげましておめでとうございます。おめでとうございます。みなみくん最高です。ありがとうございます。かっこよかったです。そして動画も楽しみにしてます。ありがとう。いいお年賀状だね。うん、うん、皆さんあれですね、河合さんが冒頭であけましておめでとうございますって言ったからちゃんと返してくれてますね。確かに返事してるんだね。優しいね。続きまして、あけおめです。あけおめです。いやー、まさかみなみくんやってくれるとはキラキラですね。うん、次こそファイナルファンタジー15のやんねーよ。嬉しいです。みんな好きなキャラクター誰かやってくれないか。スパム入れろ、スパム。ぜひ皆さんやってもらえると嬉しいです。スパム。あんまりうかつなこと言うとスパムに入れられる。じゃあ送ってこい、衣装とか全部。あ、そしたらね、確かにな、うん、だから考えるから。そこまでされたらさすがにしようっていうのはあるよな、うん、送ってこい全部。まあでもね、意識だろ。コスは基本的にはあんまりやらないので、うん、撮影代採用しづらいっすかね。ゲームも送ってこい。そうだよ、まず河合さんはゲームをめったにやらない人なんだから。ゲーム嫌い。嫌いっつっちゃった。うん、プロンプトね。うん、やらない。送ってくるか。
ゲームやってないのにやるのもなってとこあるかな。そうですね、現物支給だ。待ってるぞ。プレステ4ですか。うん。プレステ4、待ってるぞ。プレステ4いくらすんだよ。プレステ4、衣装、ずら、ソフト、ソフト、うん、待ってるぞ。はい、10万くらいするんじゃないか。ちなみに、僕は河合さんにはキスティスじゃねえや、セルフィーが似合うと思います。わかるね、続きまして、わかる、明けましておめでとうございます。東京風の鈴谷君をできればやらないです。カウンターみたいなタイミングでやってみてください。やってみてください。やらないです。申し訳ねえ、申し訳ねえ、はやらないな、やらないです。そう言ってるんだ、申し訳ねえ。続きまして、はい、明けましておめでとうございます。ヤミ君ありがとうございます。いいえ。ツイッターでお写真を拝見してたんですが、大好きなキャラなのでやっていただけて嬉しいです。嬉しい。ウィーニョの作り方参考にさせていただきます。作った方がやっぱり早いですね。やっています、うん。今年の配信も楽しみにしております。いいコメント。いいコメント。うん。さすが熟練のコメント職人。さすがですね。まあいっぱいいましたけど、ね、熟練のコメント職人、うん、今までの中で。歴がね。100点がね。そう。歴がね。いっぱいいる。うん。カシュウ君。はい、私は刀剣乱舞と刀剣乱舞は名前が好きで刀剣乱舞もやっているんですけど、皆さん、はい、みんな好きなのでこの動画を見てカシュウ君にすごい似てると思いました。 ありがとう。とビクトルニキフォルスさんからコメント。あーラビーマイコーチ。ビクトルニキいっぱい見てるよ。いいね。ユリオ、ユリオ、私もユリオのアイスが好きなのでコスプレやってみたいと思っているんですが、何かここは失敗してはいけないというところがありますか、あったら教えてくださいと。ビクトルニキフォルスさん。ビクトルニキいっぱい見てるね。ありがとうな。ビクトルありがとう。ありがとうな。まあ、まとめてね、今の動画にね、同じ時間にコメントくれてるからね。ユニオンアリスのキャラをやるにあたって気をつけた方がいいことね、失敗しちゃいけないことって言っても、え、ユリオじゃなくて、まあ、ユリオで、ユリオで、ユリオで、うん、とりあえずは眉毛かな。まあ、全部のキャラそうだけど、うん、眉毛かな、近いんだっけか、うん、とか、彫りの深さとか、まあ、全部だな。うん、ありがとうございます。色が白いところとか、そんなの、まあ、特にロシア人ですからね、眉毛と彫りの深さは結構大事ですね。外人っぽさっていう部分ですね。続きまして、はい、おこたいちゃん、おい、こんにちは。刀剣乱舞のコスプレを持ってやってください。はい、はい、山本の宮沢をやってほしいなと思いました。思うのは自由、自由、そうと、ビクトリー・フォルスさんからコメントが来てます。無人の活躍を見せる。お、すごいね。Be my coach。ビクトル、ありがとう。ありがとうな。Be my coach。先回りすらしてくれるんだな。さあ、行きましょうか。今週15回目です。松井さん、あ、松井さんいません。ちなみに今日は。そう。あの体調がね。うん。インフルが連鎖なもんで。ね、もちろん皆さんお気をつけください。さあ、続きのコメント行きましょうか。はい。一応読む。読みますか。松井さん、はい、うらら私を見てハマる予想がしている作品、予感がしている作品です。お、そして来年2018年ちょちょ5部やりますね。そうなんですよ。4部のキャラが楽しみなんですが、そうなんです、主人公がダークヒーローというところで、見るのが怖くい気もして早くも複雑な今日この頃です。ね、そうなんですね。でも見たらいいと思いますよ、うん、面白いんだね。松井が言ってる、うん、だそうですね、うん、まあ言うても4部のキャラ出てるでもそんなことないですけどね、ゴブには。ゴブはね、あの主人公のね、生い立ちがちょっとというぐらいかな。そう、ゴブはかっこいい、イケメンが出てくる。ゴブって人気のやつでしょ、なんかみんなが好きなやつ。うん、うん、マフィアがね、かっけーって話。そう、でも結構ね、切ない。そう、あと敵側はね、イケメンじゃないんだけど、すげえかっこいい。うん、っていうキャラがいっぱい出てきます。はい、皆さんもソフトクリームを顔にくっつけるときには気をつけましょう。ゲロゲロ。はい、続きまして、銀玉317話、えい、随分と久々にコメントします。ありがとう。原作もアニメも知りやすいで、これマジで銀玉なんだよな、そうだよねって見てました。うん、4期のさらば新選組編で号泣したので、今期からはそれ以上に泣いちゃうのかなって思ってます。アニメ終わってないのに、最終章という文字を見て聞いたりするだけで、早くも銀玉ロスが出始めてる次第です。早い早い、終わんないよ、大丈夫。じゃあ作者はそう言ってるぞ、今の原作は最終章だぞって。終わんねえか、言ってんぞ、大丈夫だね。銀玉を見て土方を好きになり、影響で眉裏になってと、私の人生、自分の人生に大きく変わった銀玉は私の、まさに私の生き合いなのですよ。すげえ早く見たいけど、終わりが来てしまうのが嫌なので、常に終わりが来たことを願っております。あんのだな、誰とも今続きやってるからな。でもね、いいともは終わったし、いいとも終わったし、もう解散したんです。誰とも続きやってるみたいな。びっくりするよね、絵描いてる途中だけど。ちなみにリンクは続き描いてたのに途中で終わっちゃいました。どこいじってるの。懐かしいまして、
銀魂原作を追ってるぜだったのでシリアス界を確保したいのですが、冒頭からところどころピリアモザイクで銀魂感で安心したところにやっぱりのシリアスオーラで気が重いです。カムイ登場でカムイ好きの私たちには見え逃せないですと。あ、最初ちょっとボケてきてるけどね、1話も。でもね、2話が全然ボケなかった。18話はボケないから本当に、ね、頑張りましょう。アホ毛を作ってみよう。お、やってみます。頑張れ頑張れ、やろう。さあ続きまして、うん、これはどこだ。アニアモトークボリューム80、お、はい、小林さん、山下さん、はい、はい、川合さん、カムちゃん、ね、敵がいないから正解です。つまんないよ、早かった。つまんないよ。川合さん累積20ポイントでございます。累積しかもさ、なんで小林から始めるの、カズちゃん。今日いや、確かに気を使ってんです。そうだよね、順番にしてくれるんですね。分かってるんだよ、カズちゃん。でもいいよ、小林は無視して。せっかくやったとできないやつだから。そうだよ、いい人なんだよ。分かってるからこそ無視してくれ。いいとこだよ。小林さん、山下さん、夏姉さん、松井さん、こんばんは。こんばんは。正月休みに投稿した福袋開封動画が2100回と1800回に再生されたものですよ。よかったね。私もびっくりです。うん、山下さんのラップのような語り口、さすがです。うん。ありがとうございます。福袋は気になるからね。そうだな。人も見たいよね。袋は確かにドキドキしちゃう、開けてちょっと楽しいもんな、自分だけの。僕は、金プリの福袋とプリパラの福袋を大量に買って墓が立ちました。あ、和食に、経済的な意味で墓使ったな。プリパラのコスプレをやりたいと思った今日このものです。うん、続きまして、はい、松井さん、小林さん、気づけなくて本当にすみませんでした。後ろ向いていらして気がつきませんでした。あれですね、コミケで声かけようと思って声かけたんだけど、うん、松井さん、小林さん、気がつかなかったですね。はいはい、まあいっぱいいるからね、人がね、いっぱいいるからね。そう、結構ね、いっぱい集まっちゃって合わせやつだね。確かに松井くんはわかんねえかもしれない。松井くんのそうだね、変化量がね、あれ後ろ向いてたら松井くんだと思わないな。うん、装飾も多い衣装だったしね、もうよく分かんなかったもん、ね。それやるんだって感じだもん ね。確かにちょっとね、見てない人は今後を期待してください。うん、今度お見かけした時は頑張って話しかけてみようと思います。ありがとうございます。しっかりください。続きまして、はい、こんにちは。こんにちは。遅ればせながら夏木姉や、お誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ちゃんとコメントがスパムに入っててよかったです。なあ。ネタスパム行ったり来たりする。うん、この人今脱獄を生還してるんで、この人今。出してあげたんだっけ？うん。うん、一応ね、なんとなく余裕しゃくしゃくよ。なんとなくスパムに入る方法が分かりました。分かっちゃったんかい。分かんない。こっちが分かんない。そっちは分かってない。一緒に選ばれたことを誇りに思っております。できれば商品はいつか皆さんにお会いして一緒にお初写真を撮っていただこう。お話できる権利がいいです。マークインとも良きですね。小林さんいなくても大丈夫です。今年もよろしくお願いします。うまい、うまい。強めの毒入って終わったよ。でもスパム入んないんだね、これは。うん、これは入んないです。多分ね、なんかあるじゃんと、なんかあんだ、コントロールが、ついにコントロールがあった時に教えてくれよな。その時には散々ね、ツイッターやコメントで言ったんですけど、うん、そのスキルはうちの動画でしか役に立ちません。そうだな。基本的にスパムコメントは見ません。スパムコメントで遊んでるっておかしな話だよ。以上です。続きまして銀魂307、はい、夏様の宇宙エネルギー深夜ということで、どんなテンションの話が始まるのか分からなくて今更ですが、これから見ようと録画しておりました。うん、皆様の争いを見てみたいです。世代的に流行っていたし、私の周りの方が見ていたのに私だけ見ていなかったので見直していきます。うん、小林さんのお話聞いたら予習が必要だと思ったので、うん、めちゃめちゃ316話分見るのかな。大変ですね。1個前のやつのはちょっと見ておいた方がいいもんね。で、そうです、銀魂の合わせね、そんな話も上がってましたね、一応。まあ、やりやすいキャラがね、割といるからね、銀魂は。続きまして、ユリオ。後ろのユリオって文字がマリオに。うん、見てくれてありがとう。ありがとうございます。それを書いた人は今日お休みです。続きまして、百均コスプレメイク。いつも見ています。ありがとう。また百均メイクしてください、断層で。うん、おー、なんかそんな。まあ、それは企画としてはあり得る。まあ汚い話ね、100均メイクの動画結構ね評判がいいので、そうそうそう、まあ断層バージョンってことでちょっとなんか視点が変わるんだったらやってもいいかなって気はしなくもないです。企画としてはあり得る。検討します。続きまして、アニオトーク、うん、皆さん明けましておめでとうございます。まあ、毎回アップされるたびに元気をもらっています。ありがとう。頑張ってください。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、うん、アニオトーク、はい、ゼロのランをしてください。あ、夏木姉様、可愛いので似合いますよ。どうですか、ね、いいですか。レブリーじゃなくてラムチですよ。うるせえよ。何とも電子ですが、私はラムチを押してどうでしょうか。うるせえよ。パッ。うるせえ。喧嘩じゃん、もうちゃんとした喧嘩じゃん、こんな。うるせえ。リゼロの解散は見ていない。そう、リゼロ見てないし、ラムもやらないし、だやってほしいんだったら全部送ってこい。
出た出た、うん、出た出た、送られてくるかもよ。全部送ってこい。全部全部だよね。そこまで喧嘩腰になんなくても兄のことを見てくれてるのにわざわざ。それはありがとうな。でもね、ニゼロのね、レムちゃんは確かに流行ってる、人気あるよ。ラムちゃんは見ない、うん、言うほど、うん、まあ、確かにそこに対して憤りは覚えないこともないでしょう、きっと、うん、ですが、世の中にはもっと不遇なキャラもいるので、もっといる、それよりはマシだと思います。以上。そうですね、待ってます。以上。もう物乞いとかしてるよ。続きまして、スッキー。スッキー、スッキー、すごい似合ってますね。ありがとう、うんうん、そう思った僕も。ありがとう、似合ってる。やったね、菅さん。えい、お友達になりたい。おお、いいよ。サイド M のコスプレしてほしいです。うん、しない。サイド M のコスプレは僕はいずれするかもしれないな。ヤマピーの可能性がある。なるほどね、セムがいいな。なんかリクエスト多いね。まあいいけど、ありがてえな。うん、サイド M のね、コスプレしてほしいですに関してはね、もっと掘り下げてほしいです。あ、キャラクターと、個人的にはね、キャラクターとかね、うん、MP とやりとりしてください。続きまして、100均コスプレメイク。お、お願いします。文字ん、まああれですね、さっきのさっきの続きかな。続きですね。100均のやつもう一回と年の目出そうっていう、検討します。念押ししてくれたんですね。さあ、小林さん来ましたよ。カエさん来ましたよ。カエさん、うん、どっちだ、どっちなんだ。カエさん来ましたよ。アンチ、ドンテに笑う第一話。クイズの話からやっぱり気になって見に来ました。見たことないアニメなんで検索するところから始めます。いいよいいよ。俺と松井くんが大好きです。ドンペンに笑うはね、見てもいいと思いますが、作品としてね、この動画も見てください。化粧期間限定しよう、これ。でもまあドンペンだけじゃなくて、残してくれ、ちゃんとあのミクロスとかいろいろありますので。そうなんだよ、期間限定しよう。オーカムソースとか見ありますので、よかったら見てください。期間限定公開しよう、はい、今度はあの YouTube の Twitter の方ね、掘り下げておきたいと思います。いいよ、目立つ位置に出るようにしてくれ。マジ、透明人間の個人情報出すぞ。それもやれ、それもやれ。はい、というところで通常のコメントは以上でございます。最後に解散させて終わるのね。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張れないや。刺さった河合さんに、ガン刺さりがいますが、告知がございます。はい、明けて21日、もう間近でございますね。来てほしいな時には、この撮影をしている、大風写真館アットアキラプロデュースドバイガイナックス様のスタジオにおきまして、我々と一緒に写真を撮れる撮影会イベントを行いたいと思います。なんて素敵なの。形式的には大風写真館体験イベントでございまして、はい、はい、21日の、まあ、13時から20時くらいまでですかね。はい、はい、大風写真館を使い放題、うん、3000円、うん、3000円というイベントでございます。で、こちらがもてなしをします。うん、全力でもてなします。そして今見ているこの動画の公開収録的なことも予定しておりますので、よかったらその公開収録で読まれるかもしれないのでコメントを送ってください。あ、ぜひ。そうだね、はい、あとはなんかちょっとしたプレゼントとかもあるかもしれないので、うん、もう切実に遊びに来てください。本当に、いい場所です。秋葉原から、秋葉原駅からすぐ近く、来てくれないと。こういう教室セットとか、うん、白堀とか、いつも波を取っている白堀とか、うん、あとはトーラーの時にたまに出てきたあの教室セットとか、うん、もしくは、まあ、まだ誰も知らない黒堀とか、うん、黒堀の方はスモーク使い放題、血のりもフリー料金で使えるという、うん、まあ、血のりのもの自体は買ってもらわなきゃいけないんですけども、うん、流すのはスタッフがやりますので、きっと、うん、まあ、イベントの時はちょっと分かんないですけどね、まあ、普段はそうなっておりますので、はい、うん、あとね、3D アートで それっぽい写真も撮れるっていうちょっとした遊びもあります。フィギュアになれたりもするぞというのを。何よりね、池田子教授が来ますので。そう、イエーイ、ふんどし、イエーイ。衣装で来られるかどうかはちょっとまだ我々も把握してないんですよ。なんで？ちょっとわかんないです。清掃で。そうですね。って言われてもね。清掃感はあるよ。運動しが清掃感あるよ。でもあれですよ、本当。あの三毛子教授も手ぶらで来るわけじゃなくて、三毛子教授が今や作った。持って。お。
造形物を、あ、ふんどしじゃないんだ、展示を、ふんどしはね、聞いてたんですよ、なんだろうね、はい、展示品、造形物をいっぱい持ってきまして、それを実際に持って体験してもらえるみたいな造形コーナー、楽しい体験コーナーになりますので、一緒にそれを持って撮影したりもきっとできるのかな、あの我々がみんなで頑張って作った鑑賞バッグや的なやつも持ってきてくれるんじゃないかと思いますので、よかったら実物を見るチャンスでございます。はい、教授と喋れるいいチャンスなのでね、めちゃめちゃいい人です。結構ね、造形に関して喋り出すとあの人熱くなっちゃうタイプなので、よかったら質問もしてみてください。造形に興味ある方よかったら来てくださいね、うん、いい機会なので、はい、お願いします。というわけで、ぜひ遊びに来てください。はい、という告知でございました。はい、じゃあ続きましていきましょう。お皆様お待ちかねの普通の、あ、違った残念でした。皆さん、ここからは普通のコーナーでございます。